ましょうね。はいはいはい。ショータイム漫才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 やりましょう。漫才をね。一発ギャグ。あ、漫才漫才漫才。意味がおかしいのかな。漫才やりましょうよ。やっちゃいます。あ、でも一発ギャグせっかくなんで一回やってみますか。いいんじゃないですか。せっかくだから最初に。それではご覧ください。面白いやつ。面白いやつ。お願いしますよ。いっちゃいますよ。面白い一発ギャグ。面白いやつ。差し込まれました。さあ、面白いやつ。面白いやつ。どれがどれが。やるよ、早く面白いやつ。行くぞ、やるよ。カメラ目線。イエーイ。来ました。イエーイ。今湧きましたよ。湧いたね。湧きました。全世界が湧いた。全世界が湧きました。いや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 、言うとりますけども、いや最近ね、こう日本はいろんな問題が多い。多いね、いろんな問題がね。うん、どんな問題がある？あれだね、止まらない止まらない災害、止まらない少子高齢化。いや、本当最近日本の問題多いね。多いでしょ。まあ、例えば、うん、止まらない災害、うんうん、止まらない少子高齢化。あ、言いました今それ。これが多いな。僕言いました今。でも中でも、うんうん、一番ね、こう問題だと思うのが、あ、何でしょうか。これは気になります。これはオイスターソースの認知度の低さ。あ、初耳ですね。それ、うん、オイスターソースの認知度の低さ、これが非常にやばい。これは初めて聞きました。どういうことでしょうか、これは。これはね、つまりですよ、はい、オイスターソースの認知度が低いということなんですよ、あ、同じことを何回も言うこと、はい、だからね、この認知度を上げていくために、はいはい、これゆるキャラがめっちゃ、あ、ゆるキャラはね、今流行ってますからね、ゆるキャラね。ふなっしーとか、くまモンみたいなやつですかね。最近ゆるキャラ流行ってるんですよ、ふなっしーとか、くまモン、あ、デジャブデジャブ、今聞きましたね、同じことを何回も。ちょうどね、オイスターソースのゆるキャラ考えてきた。あー、いいじゃないですか。ちょうど、ちょうどいいタイミングで、どんなやつでしょうか。ミスターオイス、あ、安直な方が出てきました。ミスターオイス、ミスターオイスね、キャッチコピーがある。キャッチコピーはどんな感じでしょうか。オイス、オイス、オイスターソース。あ、ダメです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 よ。ゆるキャラでこんなことやってるゆるキャラは多分ちょっと厳しいと思います。あ、ダメ、ちょっと難しい。ちょっとでもね、ミスターオイスね、うん、お笑いしか答えないんで。あ、それは面白い。フラッシーみたいな感じの。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。だからね、うんうん、爆笑ショートコント。爆笑ショートコント、うん、あ、ハードルを自ら上げる。ハードルを超えていくもので。あー、さすがさすが。見てみたいですね。一人でショートコントできないから、はいはい、一緒にやってもらって。あ、やりましょう、やりましょう。僕大丈夫ですか。じゃ、今日はいい天気ですね、うん、って言ってればいい。あ、それ言えば、不利になります。大丈夫です。わかりました、わかりました。はい、今日はいい天気ですね。うるせえっす。あ、なんでなんで、どういうことですか。ディスられて終わってるんだけど、ショートコントじゃないの。終わりじゃないの。あ、続きが、あ、いや、申し訳ない。これはどうすればいい。どうすればいい。今日はいい天気ですね、うん、とずーっと言えばいい。あ、ずっと言い続ければいい。バカみたいに。バカみたいに。あ、わかりました。ずっと言いましょう。お願いします。はいはいはい。今日はいい天気ですね。うるせえっす。今日はいい天気ですね。うるせえっす。今日はいい天気ですね。黙れ、メガネ野郎。かけてねえよ、メガネに関しては。お前、いや、かけてない、かけてない。いやいや、ショートコントになってないから。なってない。いや、すごいなんか爆発されて終わってる。いや、これはちょっとなしですね。ダメか。売れません、これは。じゃあ他の案をお前に提案するわ。あ、いいです、いいです、君が勝手にやってるの、ね。まあ、こういうのっていうのは、うん、やっぱちびっこの人気から火が出るパターン。あ、まあ、それはあるね、妖怪ウォッチみたいな。そうそう、うんうんうん、そこで見たボイス考えました。はい、どうしました。アニメの主題歌歌えばいいんじゃないかな。なるほど、うん、これ確か一例ありますでしょ。どの漫画のアニメを歌いますか。ミスターボイスの大冒険。あ、聞いたことないアニメが出てきましたけど、どこでやってるやつですか。これは道元坂カフェで。あ、道元坂カフェだ。視聴率ゼロのやつですね。それは全く売れないと思いますよ。大丈夫ですか、それ。ちょうどね、うん、あのアニメの主題考えてた。あ、ちょうどこのタイミングで、うん、いや、じゃあ、まあ、せっかくなんで、はい、いろんな方に聞いてもらいましょう。いいですか。歌ってください、はい、歌ってください、それでは聞いてください、はいはい、ミスターオイスで、うん、ミスターオイスの大冒険主題歌、うん、オイス、オイス、オイスが多いですね、すごいね、はい、オイス、オイス、オイスターソース。あ、これはダメですよ。君のハートにオイスターソース。いや、調味料、調味料です。君の股間に。あ、股間はダメだよ、股間は。お父さんとお母さんに怒られますから。デートの前にはオイスター。白いシャツにもオイスター。黒いシャツでよくなっちゃう。大丈夫ですか、この歌。皆さん、不安が先走ってます。オイスターソース。あ、これはオイスターソース。はい、どうするんですか。あ、どうもじゃない。調味料で死んじゃうよ。どんどん、うん、おいて。あ、ほらほら、死にかけてきましたよ、皆さん。おいす。あ、めちゃくちゃいい歌が流れておりますよ。オイスターソース、せいかも。ならない、ならない。共感を全く出ていない。全然。オイスターソース、せいかも。センキューにもならないんですよ。どうしました。おいす。締めに、勝手に締めに入りましたよ。おいすー。締めに。お。ソース。いい声で締めましたけど、おいあ、終わり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 、もう終わりよ。こっからサビなんで。いや、聞いてられない、聞いてられない。もうとんでもない、とんでもない。絶対売れないです、これ。いや、厳しいと思うわ、その歌じゃ。いや、わかった。うん、オイスターソースお前にあげる。あ、いらないいらない、絶対売れないよ。いらないいらないいらないですか。その代わりなんだけど、うん、別のゆるキャラ考えてくれて。別のゆるキャラ、あ、まだ同じソース類になっちゃうんだけど。
いや、ソースはね、正直ライバルが多いんですよ。いろいろいるからね、うん、大丈夫？超斬新だから、ね、斬新もうあの、黙れ、みんな本当に本当に結構多いよ。大丈夫大丈夫大丈夫どんなやつどんなやつオタフクブルドッグいますね、多い私